さん、今日はお越しいただきましてありがとうございます。ペンキ赤の証言です。今からですね、僕の今描いているアートについて紹介をしていきたいと思います。今の僕の描き方はペンキアートなんですけどね、ツヤありのペンキで6色のペンキでね、絵を描いてます。6色というのは黒、白、赤、青、黄色、緑色の、基本的にこの6色以内で混ぜながら下書きなしで描くというアートです。まずはじめにですね、僕のアートを見ていただきたいのはこちらの絵です。テリトリーというシリーズなんですけども、トカゲを持って走ってる女性で、こちらの絵なんですけども、最近のですね、僕の絵は意図してその絵を生み出そうとしていないです。まずですね、この絵の黒がなかったという状況ね、黒がない状況をイメージしてもらいたいんですけども、白いキャンバスに自分の好きな場所に自分の心地いい色をまず筆で乗せていくと、乗せた後に厚紙でぐわっと押さえていくと、手の厚でね、いろんな線が出てくるんです。で、その線を直感で取っていくと、必要のない部分を線に沿って黒で埋めていくと絵が出てくるという、そんな描き方をやっています。どの絵もだいたい40分から1時間ぐらいで描き上げているんですけども、何が出てくるのかわかんないんですね。なので自分で描いてるんですけども、一番最前列で見ているお客さんというイメージで描いています。なのですごくね、ワクワクしながら描いているんですけども、この絵はですね、まずそのトカゲの尻尾が初めて出てきまして、あ、これ何かの尻尾かなと。そこから、人の足なのかなっていう、蹴り上げてる足が出てきたんですね。ああ、そうかそうかということで、黒でだんだん埋めていくと、この絵が出てきたと。出てきた後に意味を考えます。おそらくこの女性はトカゲを食べたくて、はじめトカゲを捕まえたと。でも、家に持ち帰る途中で、トカゲと仲良くなって、それから一緒に過ごしたんじゃないかなということを、僕はこの絵ができた時に思いました。次の絵なんですけども、こちらですね、お月様と大きなお花と、ちょっと顔を隠してる女の子がいます。これもテリトリーシリーズということで、博多阪急さんでライブペイントをして描き上げた絵なんですけども、これもね、すごく面白くて、くるくる回しながら描いています。で、初めね、出てきたのが、女性の子の、ね、口元を押さえてる手が出てきました。片方が親指だけね、折りたたんでるなっていうふうに思ったんですけど、そして水たまりと、これ大きな花かなと、そして月かなっていうふうに、でこれが出てきました。くるくる回しながら必要ないところを黒で埋めていって、この絵が出てきたんですけども、この絵が出てきてくれた時に完成した絵を見たら、僕は思ったのは、ああそうかと、彼女が住んでいる場所かなと。彼女は夜中に起きて外に出たんだと。で、その時おそらく雨上がりだったんじゃないかなって僕は思っています。水たまりがあって、彼女はその水たまりに映った自分の顔を初めて見たと。自分の顔を初めて見て、あまりにも美しくて驚いてるんじゃないかなっていうことを、僕はそれが出てきたんじゃないかなっていうことを思っています。見る人によってね、自由なんで、ある人はお客さんが見てくださると、あまりにもね、美しくて大きな花が咲いていたからそれに驚いたんじゃないのとか、女性の髪の部分がね、蛇に見えると、蛇が頭に乗っかったから驚いたんじゃないのということで、いろんなね、面白い感想をもらっています。見る人によってね、自由ですし、それが僕のアートの特徴。そして自分もなんでこの絵が出てきたのかなってワクワクしながら考えるっていうのが、それがすごく楽しいなって思って、毎回描いています。このね、描き方をやっていると、不格好な形、いびつな線っていうのが出てきます。女性を描いてとか、お花を描いてとかって言われると、このような形とか線が出てこないと思うんですよね。シャープなというか、美しい、ちょっとリアルに近づいた形が出てくるんじゃないかなと思うんですけども、僕のこの絵の描き方をしてると、結構ね、髪型だったり、顔もそうだし、容姿とか見た目とかも結構不格好なね、形が出てくるんですね。僕はそれを見た時にすごくね、心が癒されて、はぁってなんか和むんですね。思った時に僕は考えたのは、人っていうのは綺麗な美しい線とか完璧なものではなくて、不完全なもの、不格好とか、ちょっとどんくさそうなとか、いびつな線だったり、不格好な形に心の中の安心っていうのを見ているんじゃないかなっていうことを、僕は自分の絵を通して感じました。なので今ね、日本でもそうですけど、完璧でないといけないとか、大人だからとか、で大人でもね、失敗する生き物ですし、誰だって間違いも犯すし、そんな中でやっぱり
ぱりみんなの心の中にあるのは、抜けててもいいよねと、まあ、抜けてる方が可愛いよねとか、どんくさいぐらいが魅力的だねっていう心がどこか少なくとも僕は人類の心の中にあるんじゃないかなっていうことを思ってまして、それは僕のアート、自分のアートを通して気づかされました。皆さんどうですか？不完全でいい、不格好でいいっていうのを、僕は今のアートを通して今の現代の世の中に発信していけたらなっていうことを思っていますし、僕はアートっていうのは平和だったり心の癒しだったりっていうのをね、与えるための素晴らしいツールだと思っていまして、なので僕は太古の記憶を蘇らせる絵を描きたいっていうのをテーマに持ってますけれども、まあラスコー洞窟壁画だったり昔の壁画とか見てみると結構形が不格好だったり、まあ像とか何か狩猟してる絵もちょっとね可愛らしくてどんくさかったりっていう絵が多いかなっていうふうに僕は思うんですけれども、そういうありのままでいいんだよとか、不格好でもどんくさくてもいいんだよって、そのままの自分を愛してあげるんだよっていうのが本来の僕はアートの意味合いなんじゃないかなっていうことを思っています。はい、なので僕はね、自分の絵を見るとすごく癒されるんですね。最近描いた絵としてはこちら、はい、見てください。タイトルは祭りというねタイトルの絵なんですけども、これ何なんだろうなと思ってました。サーモンピンク以外の色でキャンバスが全部塗りつぶされていたということを想像してください。色をね、自分の心地よい場所に心地よい良い色を混ぜながら乗せていくと、そしてそれから厚紙でグッグッグッと押さえていくと線が出てくると、でその線を直感で辿っていくと、どこを取ってあげると自分が心地よく感じるのかなっていうことを考えながら、直感でね線を辿って必要のない場所をサーモンピンクの色で埋めていきました。でくるくる回しながら埋めていくんですけど、すると出てきたのは、あ、そっかと、おそらくこれは雨雲で雨に打たれている女性かなと。でもこの女性は妊娠してるんだと、お腹に赤ちゃんがいるんだと、おそらく雨に祝福される女性の方が出てきたんじゃないかなってことを僕はその時に思いました。でそのね絵を見た時にはいいなって、そのこれはトゥーランド Vlog さんというね YouTuber の方のお祭りっていうイベントの場所で描いたんですけども、お囃子だったりみんなで踊ったりご神事もあったりっていうイベントだったんですけども、そんな中でこの絵が出てきました。その時の自分の気持ちにもよっても、そして各場所によってもアートっていうのがどんどん変化していくっていうのがすごく面白いなっていうふうに僕は思っています。後でまた見てみるとやっぱり可愛いんですね。その不格好さとかいびつな形、不格好な線がやっぱり愛おしいですし、なぜかね心が安らぐ、そんなことを僕は感じました。でもう一つ、これもねお祭りで描いた作品名なんですけども、青い背景ということで、これは青以外の色で塗っていたと想像してください。乗せてまた厚紙で押さえていくと、手の圧で線が出てくるので、その線に沿って必要ないところを青で埋めていきました。するとくるくる回しながら出てきたのがこの絵だったということなんですけども、見る人によっては言われたのが、サンゴから胞子、卵が出ているみたいということをねおっしゃる方もいらっしゃったり、それを守っている僕は鳥なのかなっていうふうに思ったり、そんなこともあるんですけども、このねまあサンゴなのか鳥なのか草木なのかっていうのは見る人によっての自由ですけど、この形がねすごく僕はね癒されるんですね。このスタイルはね、仏師さんが木を掘って仏像を掘り出すように、そんなイメージで掘っています。アフリカのね画家さんとかにも、現地の画家さんとかにもこの絵の描き方を見せた時あるんですけど、でこれはいや面白い描き方だねと、引き算もするのかと、なんか面白いねって、だいたい絵って達じゃないって、引くっていうのも面白いねって、下から絵が浮き上がってくるんだねっていうことで、みんな結構ね楽しみながらそれ言ってくれたり、またライブペイントでやるときは多いんですけども、その時も皆さんがね僕のライブペイントを結構ね子供たちも前に並んで楽しみながら見てくれているっていうのがすごく嬉しいです。これからもですね、僕はこの描き方を続けていきます。そして自分でね何が出てくるのかはわからないと、要はこういう絵を描きたいからそこに向かっていくっていう絵が一般的だと思うんですけども、僕はそういう描き方はしていなくて、今何が出るかなっていう感じで絵を描いています。でそういう絵の描き方をこれからも続けていきたいですし、自分で絵を描いてるけれども一番最前列で見ている一番の自分のファンという立ち位置で僕は自分の絵を見ていきたいですし、また出来上がった絵から見てくださった方とどういう意味で出てきたのかなっていうことも考えていけると面白いなっていうふうに
に思っています。今僕が描きたい絵は、不格好な形、いびつな線が出てくる、足してから引き算で必要ないところを色で埋めていって絵を浮き上がらさせて出てこさせるという、出てきてもらうという絵を描いています。またこれからの証言アートにも注目してもらいたいですし、こんな描き方もあるのかなということで皆さんも挑戦してもらえると嬉しいです。今勉強家証言が描いているアートの解説でした。今日も皆さんありがとうございました。翡翠湖太郎さんと証言の本、今日誰のために生きるが、なんと2ヶ月で23万部を突破しました。皆さんは誰のために生きてますか？アフリカのタンザニアのブンジュっていう村に僕は住んでいて、村長から教わった本来の日本人の素晴らしさをギュッと詰めた素晴らしい本になってますので、ぜひ皆さん買ってください。